子育てをしながらツアーの方もね向けて今準備をされてるってことで、はい、そうですね、その辺をねたっぷりと4回にわたってお願いします、お届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず簡単にあのプロフィール、ご紹介させていただきます。神谷若菜プロ2001年の10月1日生まれ、はい、同い年は笹生優花プロと山下美優、はい、すごいですね。もうすごい世代で、すごい世代、はい、これまた世代で名前つけられてるやつはあるんですか。どうなんですかね、ミレニアム世代なのかなって思います。で千葉県の富里市出身でございますと。2023年のプロテストでこれ4回目の挑戦で見事、はいはい、狭き門を。すごいっすね。いやなんか本当に最後受かった時はもう二度とこういう場面にこう受かる受からないの究極の場面に来れないっていう風に自分で思って、もう悔いの ないように決められるようにもう頑張りました。すごいですねいやもう本当頑張って通過するっていう世界でもないような、はい、やっぱり運もそうです ね本当についてる部分はたくさんあったと思います。まずは、やっぱりゴルフとどういうきっかけで、はい、っていうところ伺いたいんですけれども、はい、私兄弟が一番上に姉がいて、その下に兄で私は一番下の3人兄弟なんですけど、姉が本当2歳3歳の頃に病院で O 脚ですって言われたみたい で、はい、で歩けば治るよって言われたのがきっかけで、父の最初はゴルフについて歩いて回ってたんですけど、ついて歩くんだったらやっちゃおうみたいな感じで、うん、そういうきっかけから始まって3人兄弟ゴルフやるようになったっていう。そしたらもう父はゴルフやめちゃってもう子供に専念で、あ、まあでも3人ゴルフするとなると確かにね、いろいろ大変かもしれませんけど。もう最初からゴルフは楽しかったですか。私はやっぱりちょっとやらされてる部分が多かったのかなっていうのは自分の記憶の中では多くて、で中学校の時にやっと自分でやりたいって思って、そこから自分で夢に向かって頑張ったっていう記憶はありますね。そのなんすか、中学校の時に楽しいなって思えたきっかけみたいなのあるんですか。はい、アジアの大会にたまたま出させていただけることになって、中国の方でアジアツアー出たんですけど、その大会が本当に面白くて、こんなにゴルフって楽しいんだって初めてそこで気づけたっていうか。何がそんなに中国のゴルフは、なんかもうその大会自体の雰囲気とか、お祭りみたいにやっぱり選手同士がワイワイやって、でフレンドリーに会話ができてっていう、その当時の私はやっぱり刺激が強くて、日本とちょっと違うなっていうのに気づきました。やっぱり知ってるメンバー同士だからバチバチし合っちゃう部分もあるのかなとも思うんですけど、新しい自分が全然知らない空間に行ってゴルフだけが勝負の場になるっていうのが、こういう舞台で私も戦いたいなって思ったら、やっぱり日本にはそういうツアーがあるから、日本のツアーがやっぱり楽しそうだから、そこで私も戦えるようになりたいって思いましたね。いやいいですね、はい、でもそんなにこうなんだろうな、キラキラした今なんかゴルフをね、はい、楽しいと思えるきっかけがある中で、はい、お父様がかなり厳しかったっていう、はい、皆さんが想像する以上の厳しさだと思います結構多いですよね、そのジュニアゴルファーでお父さんとかお母さんがかなり厳しくてみたいな、スコアが悪いとすごい怒られちゃうから、はい、ねっていう。いや、 やっぱり周りの子を見てても厳しいんだなって思う親御さんたちたくさんいるので、その周りの自分以外のお父さんとかお母さんを見ても、はい、自分のお父さんはもうこんもっとだぞっていつも思う。そうですね、ちなみにまあなんかこうお父さんのそのバルタ指導みたいなので覚えてるのありますか、はい、ジュニアの頃で。兄が試合で悪くて、結果なんで悪かったのかっていうのを問い詰めてて、それをうまく兄が説明できなかったんですよ。そしたら青山荘っていうゴルフ場から大雨の大嵐の日に
お前ここから歩いて帰れって言って千葉県の富里市まで母と二人で歩いて帰ってきたっていう、はい、そのゴルフ場は、はい、何県にあるんですか？茨城県の水戸の方ですかね、はい、水戸から富里まで、はい、まあ、車でもまあまあありますよね。そうですね、かなり遠いですねすごい話ですけど、はい、それは波動家では、まあ、別にそういうこともあるよっていう感じなんですか？波動家は本当にドラマが事件がたくさんあるんですけど本当、まあその中の一個に過ぎないかなっていうお兄さんの、はい、まあ、体験を見て、はい、やばいこれいつか自分もみたいに、そうですね、ドキドキもあって、はい、でそれで私ずっとコースのメモを取ってるものがあるんですけど、1打目何で打ってどの風で、2打目何ヤード残ってどこに打ってどういうミスして、グリーン乗ってどっちの傾斜何メートルどっちに外したとかを全部メモして何聞かれても大丈夫なように、それがあって今それ続けてデータをちゃんと見返してなんかプラスに働くようになったので、すごいっすね、はい、そういう部分は感謝ですねそうっすね、なんか目的はお父さんに怒られないためにやってたことかもしれませんけど、はい、結果的には、はい、ゴルファーとしてすごく正しい、はい、そうです ね、もう絶対覚えておかなきゃいけない部分をちゃんと一打一打に対してのなんか取り組みも変わっていったし、終わった後からのこう見返すのもちゃんとやろうと思えるようになったんで、いやすごいですね。でもやっぱ神谷プロ話聞いてるとそのポジティブに切り替える能力がめちゃくちゃ高そうなので、あ次の第2回ではその辺のですね、はい、もうポジティブシンキングのね、はい、まあ作り方みたいなところ聞ければなと思います、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。